さて、続きやっていきましょう。80年代最後の日だったかな？雑談。なんやお前。最後の挑戦の内容もう忘れてしまったんか？いや、覚えてる。全部のゲームでエンディングを見ろってやつだね。それなら早く挑戦しようや。全部のゲームをクリアするなんてほんまに大挑戦やな。まずはゲーム雑誌から確認しよっか。これが最終号。ハグルマン3の攻略、ガディアクエストのエンディング謎、ぐらいかな。まあ、80年代最後の情報がいろいろあるわけだ。裏技ブーム。いろいろあるね。新しい未来。エピソード3の最大の謎。ネオスラッシュギア。あ、ネオなんちゃらはいいやつなんだっけか？で、隠し部屋。で、ガディアクエストのエンディングが見れる場所があって、まあ、そんなだけか。おぼろシリーズ。まあ、なんか特殊なアイテムがあるわけだね。で、ハグルマン3のナットが9999になる裏技だったり、ボスへはワープできる技があると。で、コズミックゲート一気に64面、最終面に飛ぶっていう技があって、ステージ1で敵を1匹も倒さずに64発続けて弾を外し続ける。あ、本当にすげえ、5年ぐらい、このところ、80年代にいたんだったかな？ 5 年ぐらい隠れてた裏技だな。まあ、現実でもなんか、デバッグの話で、何年も見つかってない、16年越しに見つかったとかもあったしね。まあ、ない話じゃないか。じゃあ、やってくか。順番は、コズミックゲートから始まって、最後にハグルマン3になるように、挑戦した順で遊んでいきましょう。一応ね、全ゲームの裏技は、控えてあるので、それ見ながらやっていこう。じゃあまずコズミックゲートだね。さっき言ってたように、敵に当てずに、危ねえ、当てるとこだった。64発外し続ける。敵がうっかり出てくる可能性あるから、気をつけなきゃな。画面端が絶対安全ってわけじゃないからな。ああ、やばいやばい、怖い怖い。敵が帰ってきた時に当たる可能性もあんのかな、これ。今何発撃った？カウントしてないからわかんねえ。カウントしてればよかった。あ、来た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 、あれだろ、あれ。もう64発撃ってたのか。あとはあれに弾をぶち込めば。危ねえな。64面、ファイナルステージ。早ーい！あー、クソ待って。あー、裏技やろうか。パワーアップは上、上、A、A、B、B。OK。重くなってる。こいつら全部倒せば、金色なのかな、イメージは。早い、早い、早い。これを倒せば、もう、ステージクリアなんだよね。おー。ギリギリで帰ってくる。あ、拡散する技使ってくれるとありがたいな。あれ、敵が単純に減るからさ。あ、終わった。勝った。やったなんか最後の最後、労力を、何もローせずクリアしたわ。やった、コズミックゲートクリア。これでエンディングが流れるはず。あ、地球かなんかかな。ジエンド。あ、意外とあっさりクリアしたな。得点少ない。しょっぺー。まあ、裏技込みだからな。これで終わりか。
あ、タイトルに戻るのか。じゃあ下画面戻ってゲーム選択。OK、祝クリア。このマークが出たらクリア認定だね。じゃあ次、カラクリ忍者ハグルマン。ああ、このゲームはもうやめるぜ。さて、このカラクリ忍者ハグルマン、ステージセレクトがないので4フロアの2周を自力でやります。なあ、まあカットでいいよね、ハグルマンは。さすがに長いもんな。やっとやな。さあ、最終ステージ。途中勘違いしてたけどな。4ステージの繰り返し時点でもうクリアかと思ったんだけど、あ、やべやべやべ、ちょちょかと思ったんだけど、8ステージの繰り返しだったわ。危ない、危ねえ。あ、やばい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 、ちょ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 、ダメ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 。オッケー、全員倒した。これでダークハグルマンが破壊されると。マジー。あ、やったやった、やったけど、ごめん、ちょっと待ってね。全ステージをタイム5秒以下でクリアするとエンディングがちょっと変わるっていうか、エンディングに特殊仕様が加わるんだよね。それ見たいから、ちょっと時間まで待とうか。さ、もうそろそろかな。全ステージタイム4でクリアしましたと。はぁ、全部で16だったんだな。8、4の繰り返しで8かと思ったんだけど、それの2周だったね。これでエンディングがちょっと変わるはず。変わると思うんだけど、合ってるよね。あ、変わったわ。課長になると、ほおずき姫が。本来ここほおずき姫の顔なんだけど、タイム5秒以下で全ステージクリアすると、ほおずき姫になると。はぁ、これでハグルマンもクリアだね。ハッピーエンド。まあ、ただこれが加わるだけで、特に、まあ、クリア、5秒以下のクリアとか全然余裕だったしな。これ、あれか？昔のゲームにありがちのループか？あ、ちゃんと終わったわ。あ、終わったのかと思ったら続いたぞ。これまだ続くやつ？あ、マジそんな気がするな。ってことは一応確認しよっか。あ、オッケー、クリアになってるね。じゃあ次、ラリーキング。まあ、歯車に関しては、あ、もうやめるよ。歯車に関しては、5秒以下のクリアは余裕だね。ボス倒しちゃえば、その後は自由に扉に隠れてればいいから。ラリーキングは、タイトル画面で左上プラス、セレクトを押すことで無敵コマンド。で、右下プラス、セレクト。これで独走コマンド。で、タイトル画面 AB、下セレクト。これでステージ4面に、ステージセレクト。なので、これはもうほぼ走るだけだね。あ、やべ、ダッシュ忘れた。まあいいや、どうせ独走だし。独走かつ無敵だからね。まあなんでラリーキングは本当に簡単だね。まあ別に、コース走るだけだし無敵で、何も面白みないからカットしていいな、こりゃ。ラリーキング。はい、ゴール！おお、ゴール後にブーストした。まあ、ただ走るだけだからな。俺が黙って走ってる映像を流してもつまらんだろうね。はい、クリアー。優勝。いや、ただこいつがただ一人走ってただけなんだけどね、本当に。あ、全部7扱いなんだな。7位なんだ。ゲームオーバー。ザ、トータル1位。合ってるこれ。クリアした？あ、クリアしてるわ。じゃあ次、スタープリンスやろうか。おー、やめるぞ。さて、スタープリンス。タイトル画面で上、
プラス1,2,3回 A の後、下、あ、上押しながらかな。上押しながら1,2,3、下押しながら1,2,3の B。あ、これで無敵。で、ステージセレクトないんで、こっちは全4面を2周しないといけない。8ステージか。で、無敵なんだけど、今俺無敵だよね。で、スタープリンスって連射の機構あるから、洗濯バサミで止めとけばもうこれでほっときゃいいよね。俺何もしなくていいから、このまま他のゲームをやって、時間潰してよ。さて、まあ途中でも勝手にね動かしているの分かったと思うんだけど、まあこいつどうやら中央にねコアが出現するまでに左右をぶっ潰さないといけなくて、左右が画面中央に来ることがないっぽいので、まあこれはしょうがないな。完全放置じゃクリアできないようになってんだ。あ、これが、あ、終わり。もううるさいな。はい、マジでずっと洗濯わさびで挟んでたわ。グレイト、いいんだ。まあでも実際本家番組の方でもこんな感じで得点をね、無敵コマンドを使ってんのか知んないけど、洗濯わさびというかクリップでコントローラー挟んで得点をカンストさせるみたいなコーナーがあったので、まあある種再現みたいなもんだったな。 OK、 クリアムービーちゃんとあるんだな。ジエンド、これタイトル戻るかな。あ、最終結果発表かな。まあ無敵コマンド強いな。本当にほぼ何もしなかったからな。途中の4面のボスと最後の8面ボス以外は何もしてないからな。さて、今のでクリア表示になってるね。じゃあ、ラリーキング SP。まあ、これも一緒だね、ラリーキングと。タイトルの左上セレクト、右下セレクト、AB、AB、下セレクト。はい、これで4面になったので。じゃあ、また、コースクリアまでカットでいいでしょう。前回クソ難かったけどね。あ、ブーストできなかったわ。ブーストもう忘れてるわ。はい、ゴール後ブースト。ゴール後ブースト、ギリギリゴール中にブーストかな。はーい、オッケー、クリア。はい、ここもサクサクといこう。カプトリがいるね、鳥が。オッケー。まあタイムクソ不甲斐ないけどね、結構ボカボカ当たってたからね。また一人で練習してただけなんだけどね、マーサーアリオが。あとちょっとやったな。オッケー。ラリーキング簡単だな。無敵コマンドと独走コマンドあるから。終わったかな、これで。はい、オッケー。じゃあ、カラクリ忍者ハグルマン2。カラクリ忍者ハグルマン2は、ステージセレクトがあるので、それやろうか。タイトル画面で A を押しながら1、2回上、右を1、2、3回、下を2回、左3回、1、2、3回。あ、あったあったあった。9裏でいいのかな ?8 まであるけど、9裏でいいのかな。これの状態でスタート。あ、カットっす。カットっす。演出カットします。おお、何このステージ知らねえ。ちょっと待ってよ。パワーアップコマンド、ポーズ中に A、 上下上下 BBAA、 巻物コマンドも使っちゃおうか。下上下上 AABB。 あれ、からくり系円か。タイムも無限にしとくか。あ、これってタイトル画面でやるのかな。あ、タイトル画面でやるんだな。まあいいや。なんだっけこれ。ボタン入った。からくりけーん。
高さ合ってるこれ。あ、合ってた。ちょ。OK、踏んだ。これを繰り返すんだろう。今か？あ、いいんだ。おりゃ！あ、簡単だな、意外と。あ、追尾だーん！よいしょ。楽だな。下向いてる時にやればいいんだわ。やった！これもタイム5秒以下でってあるんだけど、他のステージクリアしてないけど、やってみるか。やってみる価値はある。さ、そろそろかな。多分ならないよね。他のステージクリアしてないしな。一応確認のためだから。多分なんねえと思うんだけど。あ、こんな感じなんだエンディング。あ、そうだった。そんな気がしたわ。思い出したような気もする。こんなだった気もするわ。実際クリアしてるからな。見てるはずなんだけど。ああ、闇に消えんのか。結構広い部屋に閉じ込められてたんだな。ああ、こんなの見た気がするな。マジで、めちゃくちゃ遠い昔の記憶だからさ。キャスト？声のキャストこれ。ちゃんとあるんだ。そういう設定が盛り込まれてんのか。エンディング見るか、せっかくだし。1986年。ハッピーエンド。これはちゃんと曲終わるか。いつもの音楽だな。終わりそうなんだけど、終わりそうにない気もするんだよな。終わらないかこれ。終わらない気もするんだよな。昔のゲームは終わんないことが結構あったりする。そのまま電源切ってねみたいな。あ、一応クリアだね。じゃあいいや。ガディアクエストやりましょう。まあ昔のゲーム、俺が実況やった中だと神々のトライフォースがそうだったね。オッケー。ガディアクエストもマジで簡単にエンディング見れるので、あ、ここなんですけど、やった時のまんまなんだけど。飛んでーけで、ちょっと一旦回復しよっか。文字が黄色いのは嫌だしな。あ、回復するなら最果ての村が一番いいんだけどね。安くいいから。オッケー。はい、オッケー。で、魔法で、王家の祠。ここなんだけど、ここの、この地面の境界ギリギリ？ここだったかな？で、調べる。すると、階段が出てくると。まあ、さっきの、攻略本に載ってた情報だね。で、この先の、この人。前代未聞で空前絶後の話なんじゃが、聞いていくか？この宝箱、ちょっと気になるな。ちょっと待ってね。これ調べていい？課長の名刺。あ、ガディア契約するときになんか相手の能力が下がるやつだったかな。じゃあ話聞きますか。うん、空前絶後の話、お願いします。実はな、お前さんが望むならここでスタッフロールを見せてやろう。というすごーいお誘いなんじゃ。お前さんがここで首を縦に振れば、たちまちスタッフロールが始まるぞ。それが終わったらゲームクリア。冒険の旅はそこでおしまいじゃ。
ゲーム本編のゲーム、選択画面にも見事にクリアな証がきらめくぞい。なんかあれだな、メタ発言だな。ゲームの中なのにさらにメタ発言してるな。さあスタッフロール始めてよいかな。いいよ。本当に見るんじゃな。はい、本当に見るんじゃな。これ確認がうずえのよ。本気と書いてマジでスタッフロールを見るんじゃな。はい、ちなみに本気と書いてマジと読むと先生に怒られるが、スタッフロールを見るんじゃな。はい、ここまで来てやっぱり見ないとかつれないこと言わないな。はい、よーし、よくはいと言い続けた。それではスタッフロールの始まりじゃ。あ、エンディングです。挑戦クリアー。まあ、せっかくだから全部エンディング見たいよね。はい、ガディアクエストはマジで簡単にエンディング見れるんだよね。王家の祠にさえ行ってればもうほぼ A 連打してるだけで終わりだからさ。うん、まあちゃんと実際に遊びたいとは思うけどな、ガディアクエスト。うん、この後のハグルマン3がちょっといけるかどうかわかんないんだよな。ガッチガチにスタッフロールなんだよな。特にムービーもないんだな。クレジットが流れるだけ。あ、もう終わりかな ?1987 年。感動した。感動も何もクソもねえけどな、ジエンド。あ、これで電源切れよタイプかな。あ、A ボタン押したら戻った。これで追加されてるかな。あ、されてるー。じゃあ、ハグルマン3やっていきましょう。ハグルマン3。まあ、さっきの攻略本にあったように、ボスにいきなりワープできるんだけど、ステータスがクソ弱いんだよね。普通にクリアしてないから。あ、これ飛ばせないんだった。急げ急げ。文字送りが特に速くなるわけじゃないけど、連打しろ。早く早くー。これはもう一回読んだんだよ。さあ進んでる。ナット9999は別にいいか。じゃあボスワープします。 BBAA 左左右右。はい、これで画面ロードを挟むとボスワープ。弱いんだよなこの状態。おいでなすったなハグルマン。俺は武田。この神器を使って結界を溶かせてもらっちゃうぜ。信玄かな元ネタは。おいやめるんだ。結界を溶けば、冥界の魔物が襲いかかってくるぞ。へへ、その力を使って俺はこの世界をぶち壊すのさ。それがダーク様の願いだからな。ダーク様、まさか、そいつはまさか、そんなバカな。おっと、おしゃべりはここまでだ。お前はここで、さよならだからな。さあ、結界を解けろ。そして俺に力を。ヤタの鏡。これめんどくせえのよ、鏡は。あー、霊魂。OK。ガードしてくんだよね。クソ、やべ、引っかかった。オッケーオッケーオッケー、押した。2枚に増える。まずい、危ない。レコン、くそめんどくせえ。あれ倒せるかな。あ、痛め、食らっちゃった。そうか、一撃オーバーじゃないのか。やばい、押されてる。やった、終わった、いけた。前回の敵、ハグルマンのステージ1の敵ってモーリーだっけ。モーリー元成。今回武田だから武田信玄だよね、多分。これオートセーブ入っちゃうからさ。はい、3。マガツヒのマガタマ。あ、そっか。なんか名前違うんだっけか。三種の神器の名前。ここがマガツヒのマガタマで封印されているエリアだ。ハグルマンだった。ゼンマイちゃんかと思った。あー、ここも結界の力が。まだだ。まだチャンスある。この最後の結界を守りきれば。
どうやら結界の解放術の効果が少しずつ現れているよね。ここでなんとか悪意止めるんだワン。そうよ、諦めれるのはまだ早いわ。ここの結界へたどり着くには色のついたブロックを破壊できるハグルギアの力が必要になるわ。そうか、わかった。助かるぜ、ハグルマンレディ。それが私の仕事だから。それよりも最後の封印だけでも守りきらないと結界の解放は時間の問題よ。ああ、わかってる。とにかく結界へ急ごう。釣ってるけど俺、そのハグルギア取らないぜ。これ毎回入れるのかな ?B、B、A、A、左、左、右、右。あ、そうっすね。じゃあ行きまーす。ワープ。どうも、君誰?蝶さん、誰?来ましたね。あなたがハグルマンですか。やはり似ていますね。誰に似ているかって?ダーク様ですよ。そう、ダークハグルマン。もう一人のあなたのことですよ。やはり黒幕はダークハグルマンなのか。あ、みんな来た。ハグルマン、すごい数の魔物が後ろから迫ってきてるわ。結界に隙間ができて、冥界からの魔物が現れ始めたみたいなの。これはピンチでちゅ。おっと、ハグルマン。お前の相手はこの私です。さあ、楽しいバトルを始めましょう。くそ、どうする?早くしなければ結界が。後ろの魔物はオイラに任せてだわん。ハグルマンはこいつを倒して結界の力を取り戻してだわん。おい、カラクリ剣、一人では無理だ。犠牲になる気か、カラクリ剣。全部やっつけるのは無理でも、このカラクリの体を引き換えに時間を稼ぐくらいできるはずだわん。自爆する気だな。さよなら天産展開じゃん。何が何でも後ろは死守するから、ハグルマン、結界を頼んだわん。カラクリ剣。これ多分、おのれ邪気王みたいな流れなんだよね。茶番ですね。さあ、神器よ、私に力を。ハグルマン大切な、ハグルマン刹那の花を咲かせましょう。マガス日のマガタマ。マガタマはビーム打ってくる、確か。オッケー。あの高さ2番目が、ちょうど、攻撃しづらい。オッケーオッケーオッケー。どうしようどうしよう。やばい。あーやべ、登れない。ちょ、まずい。おらら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  ら, らダメージ覚悟。いたいた。あ、いけんだな。意外といけんな。この3ギアが普通に強いのかな。あれ、これライフ持ち越しなのかな。食らったのまずい。これで結界を守れたのか。いや、どうかな。安心するのはまだ早いぜ。ダークハグルマン、かっけー。久しぶりだな、ハグルマン。俺のこと覚えてるか。ダークハグルマン、貴様、お前を超えることが俺の使命。鎮元祭から課せられた俺の使命、存在意義だった。まあ、鎮元祭いないからね。ハグルマン、新しい魔物が後ろから。いよいよ世界の終わりが近いようだな。世界を終わらせて何になる、ダークハグルマン。後ろの魔物は命に変えても僕が防ぐでちゅ。ハグルマン、あとは頼んだでちゅ。すまない、ゼンマイちゃん。僕の命一つで世界が守れるならこんなに嬉しいことはないでちゅ。ゼンマイちゃん、私も行くわ。それはダメでちゅ。孔明は万が一に備えてハグルマンのそばに残るでちゅ。まあ、これでゼンマイちゃんとコウメちゃんのおかげで魔物が全部食い止められるとは限らんしな。わかった、ゼンマイちゃん、必ず帰ってくるのよ。もちろんでちゅ。必ずまた会えるでちゅ。ハグルマン、あとはよろしく頼むでちゅ。かっけえ。冥界の魔物たちはもう、待ちきれないようだな。世界の終わりはもう近い。実に気分がいい。鎮元祭が成し遂げられなかった野望、この俺が今まさに。まだだまだだ。ここで俺がお前を止めてみせる。さあ、ハグルマン、長い間待ったぞ。この力があればお前を超えられる。来い、これが最後の戦いだ。くそー、あ、ライフ回復してる。あー、くそ、最悪。そう、全部なんだよな、全部乗せ。いやー、ミスった、やべ。てか、ま、上からやるか。やばい、全然効かない。まずいまずいまずい。ちょ、まずいまずいまずい、本当に。お前ら、やめろ、やめてくれ。オッケーオッケーオッケー。ああ、終わる。
わわおわわあああでもライフ99だからまだなんとかなる。問題はやっぱ上からかな。真ん中にもダメージ与えつつ上に行った方がいい。とりゃおらららららら、あやべ、それはまずい。てか下がんなくなったねこれ、こいつら。オッケー、終わった。え、もしかしてあのあれ壊さないとダメ。オッケー。この三種の神器もなんかしないとダメだったのかな。もしくはなんかまだあったか。オッケー。あーなんか出てきた。クソまずいな、場所が悪い。オッケー、やった。あっ、おういけた。あ、いけんだな意外と。俺これ苦戦してさ2日目に持ち越しかと思ってたんだよな。一からここまで地道にやってくるっていう。ダーク。あいつは俺と同じ設計図から生まれたもう一人の俺。結界はギリギリのところで力を取れましたみたいよ。そうか、間に合ったか。カラクリケーンとゼンマイちゃんは。それが、まだ。歯車？ついにダーク歯車を通したのね。あなた、私の正体を知ってる？何？私の生みの親はダークハグルマンと同じ、あなたが倒したあのチンゲンサイよ。あなたが夢を打ち砕いたチンゲンサイの最後のからくり兵器が私。チンゲンサイは私に言ったわ。何が足りないと。あなたにあって私にないものがあると。私とあなた、何が違うというの。あなたと戦ってその何かを見つけることにしたわ。さあ、本気でかかってきなさい。待てハグルマンレディ。俺はもう誰とも戦いたくないんだ。バカなことはやめろ、ハグルマンレディ。あなたには戦う理由がなくても私にはあるのよ。さあ、私のすべてを見て、そしてあなたのすべてを見せてちょうだい。行くわよハグルマン。ラストバトル、ハグルマンレディ。これ何すんだろう。え、何そのバリア。バリア解いてる間はヤッホー、攻撃取るのダメージでかくね。あ、やべえ、当たりに行っちゃった。いやでもまあコンテにあるしな。はい、キャラ追尾かな。危ない。いや、いけないことがないのがやばいな、こりゃ。いけそう。あ、え、なに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 、あー、火炎弾ミサイルだな。カラクリ兵器っぽー。攻撃できなくなっちゃう、これ。いた！それもやんのかい。あ、やったわ。いけたわ。いや、すげえわ。3ギアがすげえんだわ。どうして？どうしてとどめを刺さないの？歯車。歯車レディ。歯車。私、あなたのことをもっと分かりたかった。本当は、あなたになりたかったのかもしれない。私になくて、あなたにあるもの。少しだけ、分かった気がする。ありがとう、歯車。最後に少しだけ、近づけたわ。自爆したのか？ハグルマンレディー！あ、生きてた。おーい、ハグルマン！ワンワンワン！ハグルマン、みんな無事だったみたい。本当に、本当によかった。ごめん、泣いちゃダメでちゅう。ハグルマン、どうしたわ？いや、なんでもないんだ。忍者って悲しいな。みんな無事でよかった。さあ、ほおずき姫の元にも帰ろう。全寮祭さ、博士も待ってるよね。いろいろあったけど、みんな無事で、無事に帰れてよかった。さあ行こう、前を向くんだ。朝日がそこまで来ている。戦いの夜が明けるわ。新しい一日が始まるんだわん。ラジオ体操？終わった。あ、行けたわ。意外だった。俺行けないと思ってたんだよな。敵が強くて。だから、ギア集めを、
全部でやって最高の状態でまたやるにことになるかなとちょっと想定してたけど、いけたわ。あれだな、腕上がってんだな。さすがに子供の頃に比べて腕上がってるんだ。確か子供の頃は結構ギア集めて、特定のギア手に入れてからボス戦に行ってたような気がするんだよね。マジでボス戦何度も何度も繰り返してた記憶はあるから。いけた、いけたわ、本当にびっくりした。まあこの後がちょっとあるんですけどね、とりあえずエンディングを鑑賞しようか。いやー、ハグルマン結構面白いんだけどね、アクションだったな本当に。2と3で路線変えすぎなんだけどな。いやー、どのゲームはちゃんと面白いゲームなんだよな。まあ裏技があったけど、特にあのシューティングスタープリンスなんか裏技ありきじゃないと多分俺はクリアできないな。まあ、後半俺ずーっとまあ一応この目の前にいたからさ見てたけど、弾幕の量エグかったからな。あ、もう終わりかな。はぁ、ハッピーエンド、挑戦クリア。やった、やったな、ドラオー。あ、名前で呼んでくれた、初めてだな。ついに最後の挑戦クリアしたで。お前もこれで元の時代に帰れるな。そんなことを今まですっかり忘れとったけど、お前と一緒にゲームした日々は忘れへん。今までいろんなことがあったな。辛いこともあったし、苦しいこともあったし、悲しいこともあったし、あれ、なんかマイナスな記憶しかないな。まあ思い出ってそんなもんだしな。楽しいことはあっても、なんか辛いことの方が結構覚えてるもんだから人間。ところで、さっき初めてお前の名前を呼んだって気がついたか？うん、気がついたよ。なあ、ドラオ。お前と一緒にゲームすんの、めちゃめちゃ楽しかったで。またいつか一緒にゲームしような。ドラオ、お前と俺はいつまでも心の、相方やで。君の相方は、あの、浜口まさるなんですけど。サウンドが追加されたと。こんなゲームにマジになっちゃって。俺は嬉しいで。あ、ここあれだね。アリノの挑戦状第1回、たけしの挑戦状のリスペクトだね。こんなゲームにマジになってどうすんのみたいなことをたけしの挑戦状で言われるんだよね。お前はほんまにゲームが大好きなんやな。お前は俺の挑戦をすべてクリアした。このゲームをクリアしたお前には、これからの人生で辛いことがあっても乗り越えられたり、嬉しいこと、楽しいことが2倍に感じられたり、そんな風に得することは全くあらへんけど、このゲームを遊んだ楽しい思い出は一生もんやで。それはそう、マジで面白いこのゲーム。もう本当に自分でやってほしいんだよね。メルカリとかで普通に買えると思うからね、比較的安く。 DS がある人は本当やってほしいわ。その気持ちを大事にしてくれたら、俺が挑戦状を出した甲斐があるってもんや。お前が挑戦をクリアしたおかげで、これで俺の無念も晴らされたと思うわけや。他人の力借りてるんだけどいいのかな。一応ありがとうと言っとくわ。これでも思い残すことはない。俺も消える時がやってきたというわけやな。ただし現実の俺がまた番組で挑戦に失敗しまくったら、その時はまたお前を過去に飛ばして挑戦を送ってやる。ゲームは終わりのはいつもお前のそばにおるで。お前がこの先ゲームで遊ぶ時、ちょっとでいいから思い出してくれ。ほな、またな。はい、ここでコントローラーから手を離すような真似をすると、痛い目を見ます。なぜならこのエンディング、シューティングゲームになってるので、ここで一応アリーノ倒せば、なんか、ちょっとあるんだよね。別にまあ、アリーノ倒さなくてもなるのかな？一応倒しに行こうかな。子供の頃はめちゃくちゃ本気でこれ、やって倒したことがあるんだけど、何度か。ここが上限か。このコン、時期のコント、時期の部分だと上限なのか。いやー、ちょっとスタッフロール見る余裕はないっすね。いやー、本当にこれ子供の頃にもね、
な、散々言ってるけど、当時遊んでて、面白かったのでね、ちゃんとまた、大人になって実況という形だけど、できてよかった。あ、色変わったわ。攻撃が過激になった。てか、なんで俺買わせてんだろう、技。赤色の次に煙を吐き出したら、もうあとちょっとなんだよね。当たった。当たってもまあ一応、帰ってくるんだけど、ちょっとタイムラグが発生するから、できれば当たらない方がいいんだよね。コンボ当てた方がいいのかな、こりゃ。あ、B でも出るな。じゃあ AB 同調しがいいか。Y はダメだな。てかこれ長押しでいいのか。長押しより連打の方が早いか。あ、やべ、当たっちゃった。オッケー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 。おお、いけるいけるいける。なんとかなる。シューティング苦手だからね、散々言ってるけど。スタッフロール長さ覚えてないから、どこでどこまでにどのくらい削っとけばいいかわかんねえな。え、やべ、当たっちゃったか。ちょっと当たりすぎてるな。まあ、エンディングまでゲームがあるのは面白いな。あとあれ、エンディングだからって手離すとダメっていうね、散々本家で課長がやられてたことなので、それの再現もできると。あー、赤色になった。この後煙吹いた状態になれば最終段階なんだけど、初見でいけるかな。初見じゃないか、正確には。あ、やべ、当たる。プロモーション出てきたけど、もう大丈夫か。終わりなんじゃないか。まあなんかあれだね、俺全然そんなこと気にしてなかったんだけど、ちょうどこの実況を始めた年が周年だったみたいで、なんか YouTube に公式でチャンネルが期間限定で出てきたので、あのマジでゲームセンター6面白いんで、そっちをね見に行ってほしいな。一応俺が今プレイしてる段階で新しくアトランティスの挑戦の動画が上がり始めた。あ、もう終わるんじゃないかこれ。大丈夫か、間に合うか。あれ上がってほしいな俺。あ、これもう間に合わないかも。これ終わりだろう。煽られる。あー、終わる。倒したかったんだけど、あのアウターワールド、あ、くそー、ダメだ、ダメだったわ。本当は倒せるんだけどね。アウターワールドの実況とかその挑戦の内容とか番組で上がってほしいけどね。あれのデパ地下のシーンが本当面白いから。はい、というわけで、まあ、ゲームセンター CX アリの挑戦状はここでおしまいなんだけど、この画面で30分放置すると面白いことがあるらしいので、まあ、それをね、見て終わりましょう。まあ、喋るのはここまでにしておきます。というわけで今回はここまで、まあ、ゲームセンター CX アリの挑戦状2をね、持ってるんで、また機会があればね、タイミング見てやろうと思うので、そちらもよろしく。では今回はここまで。それではまた別の動画で。バイバイ。1分も待つな。何もない言うてるやん。まだ待ってんの？お前暇やな。バイバーイ。じゃあなー。